サンドラ・マグナスはアメリカ合衆国の技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。134日間を宇宙で過ごした後、STS-119 のミッションでディスカバリーで地球に帰還した。彼女はアマチュア無線の資格も持っており、コールサインはケゴハイである。マグナスはイリノイ州ベルビルで生まれ育った。ミズーリ科学技術大学で、 電子工学の学位を取り、1996年に、ジョージア工科大学で、材料科学の博士号を取得した。アンインベスティゲーションオブザ・リレーションシップビトインザ、サーモケマストリーエミッションビヘビアオブ、サーミアニック・キャスズ・ベースド、オンザバオ s the c 2 o 3をサンターナリーシステム、というタイトルの論文の研究は、NASA のグレン研究センターからの支援で行われた。 1980年代、マグナスはマクドネルダグラスでステルスの開発に携わった。海軍によってプロジェクトが1991年に中止されるまで A-12 の推進システムの開発に携わった。マグナスは1996年に宇宙飛行士の候補に選出され、2002年10月の STS-112 でミッションスペシャリストとして初飛行した。 マグナスは第18次長期滞在の一員として国際宇宙ステーションでフライトエンジニアとして働いた。2008年11月14日に打ち上げられた STS-126、2009年3月28日に帰還した STS-119 ではミッションスペシャリストを務めた。彼女は133日間宇宙に滞在した。彼女の代わりとして 宇宙航空研究開発機構から若田光一が2009年3月15日に打ち上げられた。ありがとうございます。